今年の世界最高のウォールか。スカシ優勝の有力候補現る。なんやこのシュート、ここで打つ選択肢あるんだ。 W ちょ待って、鳥肌立ったわ。そこから決める、うますぎてしびれたわ。ボンピシャやん。まだ全然ドリブルで運べるのにロングパス出した浅野と、トラップする余裕あるのに直接ボレーしたパシエンシャ、完璧。浅野こんな精度高いクロス出れるようになったのか。成長し続けてるな。日本代表で弱くない国に勝ち続けてることで何かつかめたものがあったのかもしれないな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。